最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょい。あ、負けた。先行どうぞ。じゃあ高校で。あ、高校かーい。オッケーです。ちょっとサイドにとりあえず6枚。ちょ、サイドがさ、ちょっと、あ、サイドからやる人、どっちでもいい、手元がいい、と手元から やるいつも。あ、じゃあ手元2467ね。どうしよう、これ先確認してもいいかな。種ポ、あ、そう、確認してなかったら次もう1枚。オッケー、じゃあ確認します。うん、あー、なるほど、オッケーです。あった、あった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 。よし、じゃあサイド置きます。はい、じゃあサイドも、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。待ってね、じゃあよいしょ。はーい、じゃあいきますね。はい、よいしょ。ブースター V でーす。はい、じゃあ1枚引きまーす。はい。でんてんたらら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 。言うて、待って、最初のターンで何できるっけ。エネルギーセットして、あ、そっか、エネつけれるぐらいか。そう、あの、サポートができないくらいだね。だよね、サポートできないくらいか。どうしよっかな、うん、待って、これ何、なんだっけ。うん、はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。じゃあ、炎エネルギーを1枚ブースター V にセットしてこのターン終わります。はい、はい、どうぞ。じゃあ、ドロー。はい、ドローからの、スイ君の、特性の瞬速でもう1枚引きます。はい、どうぞ。じゃあスイ君はいいよな。エネルギーをつけて、エネルギーをつけて、エネルギーつけーの、エネルギーつけーの、いや悩むなー。うん、クイックボールでルリナを捨てます。はい、で種ポケモン1枚持ってきます。はい、どうしよっかなー。いや、欲張りス持ってきてヤマムラを振ります。はい、で、ターン終了で。はい、了解です。じゃあ1枚引きまーす、はい、あー。なるほどなるほどなるほど。いやー、これも減らさないと辛いんだよな。クイックボール使用します。このカードは自分の手札を1枚トラッシュしなきゃいけないので、ブルーの探索トラッシュしまして、山札から以上、種ポケモンを持ってきやーす。はい、種種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 種いらした。ブースター V を手元に入れてそのまま場に出します。で、はい、シャフ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 、雑なシャフ、雑なシャフしまして、どうしよっかなー、どうしよっかなー、どうしよっかなー。うん、だだ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 だ、うー、いけるかな。じゃあブースター V をブースター VMAX に進化させまして、でさらにエネルギー、ヒートエネルギーを、ブースター VMAX につけます。このカードはこのポケモンについている限り炎エネルギー1個分として働きます。で、このカードのついている炎ポケモンの HP が最大20になります。なので340ですね、今。高ー。そう、340になります。高くて泣いちゃった。よいしょ、で、いっかな、もう進化させちょこう。はい、ターン終了です。エネルギーが足りないのでいけません。はい、じゃあドローからの、瞬速でもう1枚引きます。はい、どうしよっかな。とっとっとるるる、エネをつけます。はい、で、できることがなさすぎる。ちょっと全然意味ないけど進化させっか。いいよ、進化させて。んで、できることが特にないので、じゃあ攻撃をしましょう。はい、攻撃はお互いのベンチのポケモンの数かける20ダメージ追加なんで、1、2、3、3、2が60で、40かな。あ、そっかそっかそっか。
弱点が水だから、そうだね、2倍になるね。だからだから2の 120?3、3、3、2が60 かける2は120で、マイ、ヒートエネルギーでプラスになってるから、ぶっちゃけ100か。はい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 、100。はいはいはい。はーい。じゃあ次行きまーす。ターゲットだ。よいしょ。乗ろう。はーい。うん。はーい。どうしようかなー。なん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 。いやー、これ一か八かなんだよなー。一か八かなんだなー。ありか？いやー、なんだ？いやー、恐ろしいなー。まだ何もでき、いや本当にカード運が悪すぎる。いっちゃえ、やったれ。くーくー、じゃあ、炎エネルギーをつけまして、そのまま攻撃大爆裂でーす。ごめんね。大爆裂、自分の山札の上から5枚取らしし、その中にあるエネルギーの枚数かける100ダメージです。なので5枚出たら500ダメージ。そうだ、なお、いくぜ。1、2、3、4、5。頼む、エネルギー入っててくれ。エネルギードーン。ウィークカードエネルギーキャプチャーが出る。炎エネルギーウィークカード400ダメージ。もうやめろ。そんなことあるかい。400ダメージ。そんなことあるかい。じゃあ2枚いただきます。はい。どーん。はい、じゃあドロー、はい、からの瞬速でドロー。はい、レベルボール。レベルボール、はーい。よいしょ。悲しくなっちまったよ。悲しくなっちまうだろう。メスを持ってくる。はい、エネルギー結構入れてるってこと？そういうことだな。ほ、エネルギーしかない。で、できることがありませんよ。ありませんよ。またあれの技出されたらどうすればいいの？じゃあ引きますね。はい、のろー。はーい、ブースター V を間に出しまして、ブースター V マックスを、以上、すでにいた場のブースター君につけておきまして、一撃エネルギーをブースター V マックスにつけます。これにより攻撃力がプラス20になります。そんなにエネルギーつけれるんだ。そう、つけれるのだよ。エネルギーって最大何枚までつけれるんだろう。その辺もよく分かってなくてさ。分かんない。まず2って書いてたら2個しかつけないもん。あ、ほんとに？これダメ？よ、3つだったら3つ以上つけられないのかな。あんまその辺よく分かってなくてさ。友達とやるときも分かんないねっつっていつも4つ以上つけてるわ。上限はないんだって。無制限なんだ。あ、無制限ないんだ。ありがとうございます。強すぎんか。次、ポケギア使います。自分の山札から上から7枚見る。その中からサポート1枚選び、相手に見せて手札に加えます。ということで、よいしょ。 1、2、3、4、5、6、 7枚上を見ます。サポートがあるかな。よいしょ。サポートだよね。サポート、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 サポートがない。サポートなかったでーす。シャッフルしまーす。よいしょ、よいしょ、よいしょ。サポートがなかったので、ダメでーす。じゃあ、ピオニー使用しまーす。はい、自分の手札をすべてトラッシュ。2枚しかないので、ブルーの探索をトラッシュして、自分の山札からトレーナーズを2枚まで選び、相手に見せて手札に加えます。ということで、トレーナーズを持ってきまーす。なんかあるかな。2枚、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 2枚。トレーナーズだよね。
とけトレーナーズなので、じゃあもう一回ピオニーと、うん、じゃあエレメンタルバッジ、うん、もらってきます。そしてシャッフルします。よいしょ。じゃあこれを手札に入れまして、じゃあそのまま攻撃です。大爆裂、上から5枚を山札5枚見てその中のエネルギーがいきます。1、2、2、3、4、5枚、エネルギーまみれなんだよなあ。炎エネルギー、ミクガエネルギー、キャプチャーエネルギー、炎エネルギー、炎エネルギー、500やばいプラス20なんで520、どうすぎない。ちょっとということで2枚もらいます。えぐー、こんなん勝てないやん。よいしょ。うん、じゃあよいしょ、よいしょ。あ、待って、なんか白髪1枚多かった、ごめん。よいしょ。ということであと2枚です。ちょっと無理がすぎるよちょっと私まだ全然回ってないんだよな。てか手札えぐいゴミかすすぎてゴミかすすぎて、ちょ、見せたい見せたいもん。じゃあボスの指令で、はい、なんかどっちでもいい、どっちがいい、もうそいつ下げてそいつ下げてよ。じゃあオッケーです。じゃあボスの指令で下げます。どっちでもいいってどっちなんだよ。どっちでもいいな。ほんと、クイックボールでやまびこ本を置いて、はい、はぁ、スイッチを持ってきます。はい、こんなにブースター VMAX 持ってきます。あ、で、裏工作があるんで、はい、裏工作で、はい、うん、たっぷりバケツでそのまま使います。自分の山札から水エネルギーを2枚まで、はい、持ってこれます。ダラララ、そんな事故ることある？バカ事故ってるよ手札は事故るものやん。で、エネつけて、うん、できることがなくなりましたので大変だ。難易度、了解です。じゃあドロー1枚入れまして、じゃあ基本炎エネルギーをブースター VMAX に使います。でエレメンタルバッジブースター VMAX につけます。これはですね、ブースターとかシャワーズとかなんやかんやの EV シリーズにつけることによってエネルギー1個分、軽くなります。で、どうしよっかな、どうしよっかな、うん、で、さらにポケギア03使いまして、上から7枚見て、サポートがあったら手札に1枚加えます。1、2、3、4、5、6、7、よいしょ。ありましたので、これ見せて入れるかな、相手に見せて入れる、了解です。ボスの指令入れます。よいしょ。で、このまままた、山をシャッフ。ボスの指令だと、終わったやそんなことは、言うてななんですよね。言うてな。ピオニー使います。全部自分のこれをトラッシュしてトレーナーズを2枚持ってきます。ほう、タタタタトレーナーズ、どうしよっかな、どうしようかな、何持っておこうかな。じゃあ、よく使用した、じゃあピオニーとクイックボールを持ってきます。よいしょ。で、攻撃はできないのでターンエンドです。はい、ドロー
マジで何もできねえな。エネだけつけておこう。エネつけて、ジグザグマ出します。はい。で、感触ヘッドなんで、10ダメージ入ります。その100ダメ入ってる子に。あ、100ダメ入ってる、了解です。マジで手札の事故がエグすぎて、もう何もできなさすぎる。助けて。助けれないよ。助けて、誰か。助けれないよ。何もできないよ。攻撃しかできない。丸儲けで30ダメージです。はーい、よいしょ。丸儲け、うん、1。やばいな、祭りが回る前に相手をぶん回しさせてしまった。よっしゃだろう。はーい。あー、決まったか。ヒート炎エネルギーつけます。さらにプラス HP が20されるので、10乗っけたやつを2個取っちゃいますね。じゃあそのまま攻撃、大爆裂、エレメンタルバッジによりエネ2枚で使えます。上から5枚見て、入ってるエネルギー分かける100です。 1,2,3,4,5 終わった。気泡のエネルギー、気泡のエネルギー、キャプチャーエネルギー、300ダメージ。あ、20残った。うわー、残ったー。20残ってる。いい子だ。いやでもな、マジでな、こんな事故ったの初めてっていうレベルでな、事故ってんだな。そもそもここにジメレオンが4体いない時点でやばい。確かに。普段だったらここずらっと並んでる。ねえ、ジメレオンクイックシューターで、はい、とりあえず100何ダメージか見えないけど、110の、あ、ここのベンチの、はい。はい、20ダメージですね。はーい、140に、130になります。で、はい、穴抜けの紐、穴抜けの紐、はい、そっちからポケモン入れ替え。はーい。これ場のポケモン入れ替えればいいのかな。あ、そう。あー、オッケーオッケー。バトベンチか。そう。はーい。じゃあこのブースター、10ダメージのブースター VMAX 引っ込めて、じゃあこの130のブースター VMAX モリモリくんを。やだよー。で、祭りできるほどないもん。エネ硬すぎる。うん、エネも持ってない。大変だ。了解です。ドロー。OK かな。じゃあそのまま、大爆裂、一撃が入ってるのでさらにプラス20になるけど、 1,2,3,4,5 ドーン。ヒートネギーキャプチャーネギー、一撃ネギー、300ダメージ。ちょっと待って、もう一回、もう一回、最後にはありがとうございました。もう一回、もう一回、もう一回。ちょいやだにゃん。ブースター VMAX やばいよね。え、マジでなんかゴリ押しって感じ。あの、もうポケモンブースターしかいないから。祭り、マジで、そう、ブースターしか入ってないポケモン。この繊細なチクチク攻撃デッキじゃブッパーデッキには勝てなかった。でもこれ、ブースターが出ないと終わりっていうね。ベンチ、エネルギーばっかりだから。そう、エネルギーばっかりだから、そう、ポケモンをこうって並べることが難しい。めっちゃ3枚出てる時点でめちゃすごくない？そう、3枚出てる時点でもうめちゃめちゃありがとうございますっていう感じだったね。あ、もうじゃあそっちのデッキがすごく良かったね。もう一回同じデッキでやらせてよ。あ、もう一回これでやる？えいよ、別にデッキ変える？あ、いや、どっちでも。祭りのこのかわいそうなデッキ君がさ。かわいそうな。いや、回させてあげたかったんだよ、この子たちも。確かにね。この辺ジメレオン出してほしかったよね。裏工作クイックシューター。そうなんだよ。クイックシューターのさ、3体からさ、ね。毎回さ、兄さんが60ダメージ食らわせるこの快感といったらないんだよ。やばい。ちょ、もう一回やらして、マジで。いいよ。え、どうしよう。じゃあ、変えた方がいいかな、じゃあ。いや、もうそのデッキでやらせて。あ、これね、これで、OKOK。じゃあちょっと混ぜるね。いや、マジ悔しい。にゃー、このブースターが楽しいんだ。
よいしょ。祭りのがちょっと回んないのと吹雪のが回ったっていうのでね。うん。悔しい。にょ。最初はグー。じゃんけん。じゃんけんぽい。あ、負けた。一。高校で。あ、OK です。2、4、6、7。だからなかなか最初の頃時点でさ、手元にブースターがいること少ないんだよね。いなかったです。あ、いなかった。なかったらね、もう一回上から。1、2、3、4、5、6、7。いるかな。ブースターやーい。うち種ポケモンを持ってくるのが大変すぎる。はい、もう一枚引きまーす。はーい。2、4、6、7。上からどんどん見ていく。ああ、やっといた、やっといた、やっといた。やっといた、やっといた。よいしょ、よいしょ。で、じゃあ、サイドにも。2、4、6枚。よいしょ。よし、さあ。はい、じゃん。スタート。スタート。お願いします。うさぶいです。あ、間違えた。あ、いいよいいよいいよ。メッスンだと思っちゃった。すいません。オッケー、よっしゃ。ここで、はい、いきます。ドロー。じゃあバニーブースター V とバニーブースター V を置いておきます。おいおい、すー、本当に混ざってんのかって。混ぜたんだって。ウィークガードエネルギーを置きます。7枚中3枚っておかしいだろって。ウィークガード無色エネルギー1個分としていただきます。このカードをつけてるポケモンは弱点がなくなります。以上。はい、以上です。どうぞ。おいおい、おかしいだろってな。どうしようかな。うん、とりあえずエネつけて、はい、レベルボール使って、うん、メッソン呼んできて、メッソン呼んできて、いやもう終わった、もう積んでる。メッソンしかいないんだよ、だって今。すごいメッソンだらけだね。メッソンしかいないんだよ。メッソンしかいないね。マリー使います。あ、マリー使います。はいはい、戻してください。はい、タックルして、山札に戻して5枚だっけ、上から。あ、4枚です。あ、4枚ですよ、再生した。はい、4枚引きます。4枚引きます。はい、祭りが5枚。はい、よいしょ。なるほどね、なるほど。うん、で、レベルボールをもう一回使います。はい、で、うん、え、もしかしてメッソンちゃんいない感じ。もそんな、よいしょ。サイド落ちしてんな。サイド落ちはきつい。じゃあジメリオン持ってきます。はい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 、よ。BGM なんでこんなに出が悪いですか。出が悪いですね。すごい悪い。だってこんなサブみたいなやつ。はい、じゃあどうぞ。はい、ターンエンド。はい、きます。あー、はい、1枚落ちちゃった。ヤフだから滑り落ちていく。1枚ドローしまして、じゃあ基本炎エネルギーを、じゃあブースター V につけます。よいしょよいしょよいしょ。じゃあさらに、ポケギアを使用します。上から7枚見て、その中からサポートを1枚選びます。にょ。1、2、3、4、5、6、7枚。さあどうかな、サポートがあるかな。ないです。はい、ないです。シャッフルしときます。よいしょよいしょよいしょ。これはもう降参した方がいいかもしれない。早
早い。よいしょ。マジでない。え、じゃあこの攻撃いきまーす。じゃあちょっと燃える息吹の方使用します。ごめんね、ちょっと文字が遠くて。燃える息吹、自分の山札から炎エネルギーを1枚選び、このポケモンにつける、そして山札を切る、かつ20ダメージです。あー、よかった。こいつ60しかないんだよ、こいつ、よいしょ。じゃあ炎エネルギーを1枚つけます。あ、つけれるんだ。そう、燃える息吹を。あ、待って、つけるだよね。うん。あ、このポケモンにつけるだ。オッケーでーす。はい、はい、ターンエンドです。ドロー。はい、やっと出たぜ。風船で戻りな、お前。あ、戻れ。風船つけて戻ります。はい、戻りゲージです。で、よいしょ、ついくん前に出ます。はい。いや、風船じゃなくてやっぱポケモン入れ替えにします。はい、わかりました。いいですよ、ポケモン入れ替えしようね。ジメリオンにして裏工作。はい、はい、とったらったクイックボール持ってきます。はい、クイックボールどうぞ。あ、ね、ポケモン。あ、で、スイくんの、はい、瞬速でもう一枚引きます、はい、もう一枚どうぞ。まだ誰も死んでないというね。はい、です。クイックボールで、はい、ルリナを出て、はい、欲張りす V 持ってきます。はい、欲張りす来てんね。エネがないよエネがないよ。あー、次攻撃されてさ、なんかまたなんかさ、いっぱい引きますみたいな感じじゃないですか。良いですか。エンドで、はい、何もできません。行きます。乗ろう。ブースター部位に、炎エネルギーを1枚手張りします。そして場にいるブースター部位をブースター部位マックスに進化させまして、どうしようかな。じゃあこのまま攻撃、大爆裂エネは3つついておりますので、上から5枚引いてエネルギーの数かける100です。1、2、3、4、5。さあ、クイックボールブロダーズがピオニー。あ、クイックボールシーカルがゼロだー。嘘だー、嘘だー。はい、よっしゃー。そんなことある。全部トレーナーズ。行きます、ドロー。はい、どうぞ。からの瞬速でドローだ。はい、瞬速ドローも決めてけ。こういうことがある。ね、ネクロバットを出します。はい、ナイトアセットですか。6枚になるように、はい、使ってください。ちょっと待ってください。その前に風船をつけておきます。はい、で3枚引きます。3枚どうぞ。んで、ジメレオンの裏工作を使います。はい、進化させました。はい、でジメレオンの裏工作でたっぷりバケツ来ましたね。たっぷりバケツ、水エネ、水エネを持って持ってきてでエネをつけときますよと。はい、1枚つけときますよと。欲張りすに進化させときますよと。欲張りすになってくよと。インテリオンに進化させますよと。クイックシューターで、はい、あの、ちょっとそこのどっちですか。ブーちゃんでっかい方。あ、 VMAX の方、場に出てる方ね。はいはい。なんで、攻撃さ、20だね。20 OK。 攻撃されたくないのでボスの指令で、はい、進化してない左側のブーちゃん前に出してください。左側のこっち。はい、了解です。いいしゃ。オッケー、なるほど。で、いきまーす。ドロー。よいしょ、どうしようかなー。じゃあ、基本炎エネルギーを、ブースター V につけときます。じゃあ、そのままピオニー使用します。自分のカードをトラッシュして、山札からトレーナーズを2枚持ってきます。
ふん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 。たらら、何を持ってくるというのだい。たらたた。ざわざわ。ざわざわ。しょ。じゃあ、トレーナーズ2枚、進化のお香とエレメンタルバッジを持ってきます。じゃあ、そのままエレメンタルバッジをブースターにつけまして、これでエネが1個軽くなります。さらに進化のお香で、ブースター VMAX を持ってきまして、そのまま手札に加えて、場のブースター V をブースター VMAX に進化させて手札0で終了です。どうぞ。はい。じゃあ、ドロー。おい。からの、スイカの瞬足でもう1枚ドローします。はい。水エネルギーをつけて、インテレオンの進化と進化さっきさせたやつで合計40ダメージをさっきダメ感乗せたブーちゃんにダメージお願いします。40ダメージ了解です、はい、4、5、60になりますね。ちょっと待ってね、はい、あ、やっぱ、はい、前に出てるやつにしよう。やっぱ4前に出てるやつに40ダメージ了解です。よいしょよいしょ。じゃあコロ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 、はいはい。でできることは特にないのでないので、攻撃します。はい。1、2、3、4、5、6、7、7、14、14、140、140、50、60、70、180のダメージですね。じゃあほにゃーなんですか。180ですな。え、それってあれあれなかったっけ、弱点は。あー、そっか、弱点入るから倍になるのか。あ、なる、落ちる落ちる落ちる。やったー。何枚？2枚ですね、VMAX なんで。やったー、やっただよ、みんなバカよし、じゃあブースター V 出しときます。やっべよいしょ。キュンキュン。じゃあいきます。1枚ドローしますここで来るのかなるほど。一撃エネルギーを、ブースター VMAX につけまして、これで攻撃力がプラス20されます。そのまま攻撃大爆裂。あ、 VMAX は3枚なんだ。あ、ごめん、 VMAX3 枚か。あ、ほんとだほんとだ、ごめんごめん、 VMAX3 枚だ。どうぞどうぞ。いいやいいやん。あいあいあい、 OK です。じゃあいきます。 1、2、3、4、5 枚です。さあ、エネルギーが入ってるかどうか頼む。ピオニーウィークエネルギー、ピオニーピオニーブルドタスク 100! うわーで 120! 120だ、一撃入って120。あ、 OK、 120、ね、くっそエネが、よしエネがないよ。じゃあ、俺のターンだね。はい、そうです、俺のターン。ではまず、クイックシューターで、はい、40ダメージお願いします。はい、40、どっち、あの前に出てる方。あ、前に出てる方、オッケーです。40なので、で50でドローしてからの、もう1枚瞬速でドローします。はい。で、エネを欲張りスに貼っておきます。はい。んーで、どうしようかな回収ネット使ってインテレオンのここを回収して、はい、メッションを出します。はい。で、こっちのメッションをジベレオンに進化させまして、はい、裏工作でカード持ってきまーす。はい、いいねーいいねー、裏工作回ってんねー。回収ネット、回収ネット、はいはい。んで、回収ネットをそのまま使って、はい、どうしようかな、どうする、悩んでいるけど、クロバット回収して、はい、ここにジグザグマ出します。10ダメージを、はい、前に出てるブーちゃんお願いします。あ、了解です。じゃあこれで70になります。はい。んーで、攻撃すっぺか。うん。あ、だって V って回収できるっけ。だってクロバット回収できないだし。あ、そうなの。あ、そうなんだ、それは初めて知った。
ほら V を除くって書いてある。あ、じゃあ本当だ。10段目消していいよ。あ、了解。そうなんだ。じゃあ回収ネットでどうする？回収ネットで、うん、ここ回収して、うん、でメストン出すわ。メスオッケー。で、攻撃しようかな、普通に。うん、了解。1、2、3、4、5、6。60。6、2、12。120だよ。120で、120。でも2倍はされないんでしょ？そう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 。で、120だ。120、OK。よいしょ。120。入ります。どう180か。了解です。いきまーす。ドロー。なんもできないのでー。いや、いけるか。ブルーの探索使用します。自分、このカードは自分の場に特性を持つカードが、ポケモンがいるなら使えませんけども、自分のポケモンは特性を持っていないので使えます。自分で山札にあるトレーナー像を2枚まで相手に見せてから手札に加えます。ということで。トレーナーズ。これ持ってきて、待ってよ。トレーナーズ。はぁー、どうしたものかー。どうしたものかー。ボスの指令持ってきます山札を、はい、いやぁ待って吸い込まれてった。ちょっと待って。ボスの指令とポケギア3000持ってきます。ポケギア 3.0 を使用して山札の上から7枚見てサポートがあれば、1枚加えます。よいしょ。 1、2、3、4、5、6、7。サポートがあるかな。うん、ないね。ないです。山札切っときまーす。ピッピッピッピ。よいしょ。じゃあそのまんまボスの指令だ。ヨグバーでーす。ヨグバリスキューン。ヨグバリスの出番か。ヨグバリスの出番ってこと。202枚だったらまあ耐えますからね。まあそうですね。じゃあそのまま攻撃大爆裂。いやでもここまでエネルギーが出なかったんだぞ。1、2、3、4、5。ここで頼む。さすがに全員3枚出たら終わり。ウェイクがエネルギーぶっ飛びます。めちゃくちゃエネルギー、人エネルギー3枚。あー終わったー。どーん、320だもんね。320だね。ちょうどです。ちょうどです。これじゃあ再度3枚ですね。再度3枚いただきまーす、はい。よし、じゃあ続いて待って、まつりちゃんの3番だ。はい、どうぞ。はい、ドローからの瞬速でもう1枚ドロー。ほい。どうしよっかな。まずとりあえずやることが多すぎて、わかる。回すのね、大変だよね。いやでもその回しが楽しいんじゃな。いいなぁ、スイくん。スイくんデッキ楽しいよ。スイくんデッキ楽しい。ジメリオンに進化させて2体、うん、あれ2体できないのか。あ、持ってない。あ、じゃあジメリオンで裏工作。はい、裏工作買います。レベルボール持ってます。あ、待って、白髪サポート2回打った。嘘。あら待ってよ、白髪サポート2回打ったらしい。いつの間に。待って、最初何打ったっけ。気づかなかった。待ってよ、サポート2回打ってた。申し訳ない。あ、なんか探索みたいなやつじゃない。あ、先にブルーの探索使ったっけ。うん。あー、じゃあボスの指令がなしだ。あ、じゃあスイくんがいなくなって、うん、そうスイくんがいなくなって、あ、じゃあスイくんはそのままいるんだ。ごめん。スイくんがいて、で、欲張りすが場に戻ってくればいいんだ。ごめん。じゃあ白髪はそのままボスの指令は持っとくね。そうで、そうこれがいないってことか。あ、そう、それだ。ありがたや、リスナーさん。じゃあ、うん、こういうことね。そういうこと。じゃあ普通の釣り竿を使っ
あ、待って、裏工作で。はいはい。まず、ちょ、コメントここ置いとこ。よいしょ。こっちに捨てちゃったな。間違えて。回収ネット持ってきて使いますと。うんうん。んーで、よいしょ。あ、そうだ、サイドも1枚戻さなきゃ。ごめんね、ボスの指令以外のこの3つ1枚戻します。よいしょ。回収ネットでここ回収します。はいはいはい。んーで、ジメレオン出して、メッソン出して、で、エネルギーはこいつにつけときます。はいはい。んーで、ここをまだ進化させてないっけ。あ、そうだね、そこまださせてないはず。うん、じゃあインテレオンで、はい、20ダメージ。はい、手前のやつでいいかな。うん、オッケー。ちょっと待ってね。そうなるとジャスト200になるね。よいしょ。あと何ダメ？あと100何歩か。あと120。よいしょ。やった、スイ君で。で、普通の釣り竿を使って。うん。スイ君、ポケモン2枚までと基本エネルギー2枚までだから、うんうん、スイ君 V と、水エネを2枚持ってきます。はーい、よいしょ、よいしょ。はい。んーで、あれ100だった。あ、本当に、待ってよ、ひらかみのダメ計算がおかしかったらしい。あ、100、あと100だって。あと100。うん、ありがたや。で、進化のお香を使います。お、進化のお香で今何持ってないんだ。ジメレオンか。ジメレオン持ってきます。ほい。で、山札切ります。で、できることがナッシングドーナッチ。ナッシングドーナッツ。あ、なので攻撃をしましょう。ほい。丸儲け30ダメージ。オッケー。3で5だね。50 250。オッケー。よし、じゃあ行きまーす。はいはい。ドロー、どうしようかな。耐えるかな。いや、どうか。すごい悩みどころではある。あと何枚？サイド。サイドあと自分が4枚。じゃあ一応欲張りして押さえても耐えるのか。そうだね、じゃあ、ヒート炎エネルギーをつけることによって HP が20上がるので、よいしょ、これが230になりますね。はい、1、2、230になります。で、ボスの指令でスイ君を前にお願いしたい。よいしょ、はい、そのまま攻撃です。大爆率。はーい。1、2、3、4、5。エレメンタルマッチ、ヒートエネルギー、一撃エネルギー、進化の攻撃型エネルギー、300。2枚取りな。20。2枚取りな。はい、2枚取ります。いただきます。行ったり来たりしやがってさ。あと何ダメだっけそいつ。あと100、もう90、あと90かな。90 2、2、40 10 10、足りない。まあいいか、とりあえずドローしよう。インテレオン。ほい。で、40ダメージ、とりあえずそいつ40。オッケー。4、50。ジメレオンのよ、裏工作。あ、待って、50だから1個残るから、ほい、270。あー、サイド落ちしてるよー。あーん、あー、あれさえあれば。うわ、全然欲しいのない。
パワフルエネルギーさえさ出てくれてたらさ良かったのにねっつってね。つってね。どうしよっかな。マリーを持ってきます。お、OK です。はい、じゃあ山札戻して白髪は4枚ね。あ、待って、まだまだ使わない。あ、使いませんか。はい、すいませんでした。はい。ガラルジグザグまで10ダメージ。あ、了解です。はい。280。エネはなんか適当にこの辺につけておくを。はい。無色、なんでもいいんだね。うん。これで無色のエネルギーが出てくれればいいんだ。マリー使います。あ、待って、エネルギーここつけない、つけない、つけない、まだつけない。よいしょ。はい、でマリーで4枚取ってください。オッケー、マリーですな。1、2、3、4、5枚。ここに無色エネルギーがあったら祭りはそいつを倒すことができる。ででーん、ないカス。では、ちょっと待って。はい。一応回収ネットで回収、ここ回収して、はいはいはい。メッソンを出しておいて。あ、メッソン。はい。穴抜けの紐。あ、穴抜けの紐。こっちからポケモンを変えなさい。はい。じゃあ変えまーす。変えるのです。変えまーす。引っ込みまーす。よしよし。よいしょよいしょ、引っ込みまーす。ふぅー、いや、ブースター V が手間に出まーす。アブニャス、アブニャス、アブニャス、アブニャス。あー、ターンエンドだ。了解でした。いきまーす。ドロー。トントントトロトロトトロトトロ。じゃあ白髪のターンでーす。ブースター V に炎エネルギーを1枚つけまして、2枚トラッシュして逃げまーす。そしてブースター V マックスを出します。じゃあメッソン出しとけばよかったやんけ。ではこのまま、大爆裂使用します。あー、終わったよ。2、3、4、5。ブースター V 炎エネルギー、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 420。もう本当にやだ。ありがとうございます。なんでさあ無色エネルギー来ないんだよ。してたら買ってたのに。無色エネルギーくん、ちょっとブチギレてしまいそうだわ。ブチギレて、ブチギレ祭りちゃんじゃないですか。いや、今のメッソン出してれば勝ってたな。はあ、前に。そしたら1枚しか取れなくて。そうだね。だったもんね。うん、いや、よく出ちゃったな。いや、でもあのマリー助かった、ほんと。あー、ちょっと待って、次のデッキ。次のデッキ